はい、みなさん、こんにちは、こんばんは。ココもチャンネルのショーが今日は、ボンビーになっていく日本をお送りいたします。よろしくお願いします。あ日本、どんどんボンビーになっていきますよね。日本国民ね。まあ、1億総ボンビーになっていきそうな勢いです。2023年10月始まってしまいましたからね。まあ、かなり痛手をこむってしまうと思います。まあ、10月から、あの、簡単にね、大雑把に、まあ、 10月からこう変わりますよ。変わりましたよ。ということをいくつかね、ご紹介したいと思います。まずあの、2023年、令和5年ですね。あと数ヶ月で今年も終わり。早いですね。まあ、あの、10月から変わることは、NHK の訪問営業の業者委託徴収。これ廃止になります。もう終わりましただから。9月末で。よかったですね。NHK を払ってない人もいらっしゃいますよね。 もう来ないんですよ。来ない。キンコン。NHK ですが来ないんですねいや。ところがどっこい。個人の委託契約のスタッフは数パーセントですが残るんですよ。だから個人の方が、あの、ああ、ちょっと個人でバイトみたいな感じで契約してるから徴収すると1件につきいくらもらえるからなとかいう人が、キンコンとやってきます。しかしですね、個人っていうのは、 あのもう、強りで断れば、あ,あ分かりましたって言って引っ込みますから、あの看板背負ってないんでね、もうとりあえず、まあ、ね、今まで断ってきた人は、その調子で、まあ、断っていくといいのかもしれません。とにかく、まあ、NHK の訪問営業があの、組織的に行われていたのは終了しましたということですね。良、まあ、かったといえば、良かったのではないでしょうかね。うーん まあ、あと、いろいろ、値上がりですよね。まあい、いえっ、ー、とね、あのー、値上がりっていうのは、値段を上げるだけではなくて、サービスを終了してしまうっていうのがあるんですよ。例えばの、NTT ドコモ、光テレビの、クラウドサービス、ゲームサービスが終了になってしまったんですね。これは厳しいですね。やっぱり、あの、ずっとそれでゲーム楽しんでいた方は、いやー、きついなーっていう人いますよね。 うん、あのー、あと、インボイス。インボイス制度、始まりました。これはね、あのー、自分がね、申請しなくても、あの、大きいところとか、ちゃんとしたところと取引があると、これやんないといけないんですよ。トラブルが起きちゃう。全部幸せ来ますんでね。うん、だから、これは、あの、きちんと、あの、やっていかないといけないんでしょうね。やっぱりね。うん、あとですね、ポイント制度。 いろんなポイントがあるじゃないですか、カードの。それがね、続々廃止。あの、いろんなポイントがつかなくなる。なくなる。あと、割引。もう続々廃止。JR 東日本とか西日本。あの、いろいろ早割とかあるじゃないですか。そういうのがだんだんなくなっていくんですね。まあ、10月すぐになくならないですけど、あの、来年の春までにいろいろな割引が廃止される方向でということですね。 なかなかきついですよね。まあ、それは値上げと同じだと思いますけれども、とりあえず、そのサービスとかポイントとかね、そういうものがどんどん世の中から消えていくということです。あと、大手電力会社10社が電気料金実質値上げに入りますね。ただ、あの、政府が補助金出しているので、大体1000円前後上がるということですね。 うん補助金外れるともっと上がりますから、まあ、いつ外れるかね、ちょっとわからないですけれども、あの、とりあえずは、電気料金は、まあ、平均してね、月1000円前後上がるということですね。で、あとですね、酒税ですね、お酒。これね、あの、一部下がるんですよ。350ml あたり、ビールはね、7円ぐらい下がるんですよね。まあ、7円。 良、まあ、かったら良、まあ、かったですけど、まあ、その代わり、第三のビールと言われる発泡酒あるじゃないですか、今まで安かった方ね。こっちがね、9円ぐらい上がるんですよ。あんまりだからなんか意味ないですよね。で、安い方が売れているんですよね。で、そっちが高くなるので、総合的に見たら値上がりじゃないかと思うんですけども、まああと安くなるのありますよ。小麦、10月からね。 売り渡し価格が11%余り引き下げということですね。あの小麦ね、結構量をね、あのロシアが、あの、送ってくれてるんですよ。大量に。だからそのおかげで、あの、すごい豊作だったんですよね。で、小麦の金額が下がるんですよ。まあ良かったですよね。それは、あの、いろんなパンとかね、あの、ピザとか小麦を使っている商品がいろいろ世の中にあるじゃないですか。 だからそれが下がりますんで、今すごい、あの、そのここら辺では、ちょっとこう、金額がパンとかね、あの、調整されて安くなるところもあるかもしれないということですね。あと、10月から、ヤマト運輸が取り扱う、ネコポスのサービスが終了。これもやっぱり細かい、あの、そんなに送料もらえない代わりに、細かいわけですよ。ヤマトにとってはね。で、なくしてしまったり、あの、審査員に紛失したりとか、事故が多いらしいんですよ。 だからね、ちょっとね、割に合わないんですよね。うんだから、あのー、なんかね、ちょっと郵便の方と提携して、まあ、業務委託じゃないですけれども、ちょっとそっちに切り替えるっていうような話も出てますよね。うーんだからこれはね、あのー、だんだんね、ヤマトはね、きついんですよ。燃料が上がってね、あとドライバー問題がもう今、あの表面化してきて、もう始まっちゃってるんですよね。足りないんですよ。 2024年度、も,うもっと足りない。大変ですよ。ドライバーがいなくてね。うん、だから、その送料を大幅に、まああの、値上がりするわけですよ、10月にね、送料。だけど、さらにどうにか改定していかないといけないという話は、社内で出てるらしいですね。だ例えばね、どういうふうに改定するかって言ったら、北海道、沖縄はね、やっぱり飛行機で海を渡って送るじゃないですか。 これはね、もっと上がりますね。確率に上がる。で、まあ、船で送ろうが、飛行機で送ろうがいや、やっぱり海をね、隔てて品物を送るっていうのはだもう大変なことだと思うんですよ。すんごいね、あのー、壊れちゃうしね、途中でね。荒っぽくちょっと扱ってる、落としたりしたら割れちゃったりするものあるじゃないですか。それって弁償してますからね、山とね。そういうのも、距離が長くなればなるほど、 起きるわけですよね。そういうことはね。あとは、まあ、過疎地ですよね。長野県でも山梨県でも岐阜県でも、まあ、愛知県でもありますけれども、あの、要するに街の中でマンションとか団地って配りやすいじゃないですか。エレベーターに乗って、あの、いっぺんに30軒とかね、配れるわけですよね。そこに荷物が、まあ、送られてくる場合には。ところが過疎地って、ほんと山の中、砂利道みたいなとこね、山道を、 20キロとか行かなきゃいけない一軒家とかあるんですよ。でも届けなきゃいけないわけですね。そこにね、荷物を。で毎日一つずつ荷物がそこに来たらもう地獄ですよね。毎日往復40キロ、その家のために800円ぐらいの荷物を1個トラックで届けに行かなきゃいけないんですよ。往復。時間もかかるし、まあ赤字ですよね。完全にね。だからそういうところを どうするかっていうのが、今ね、あの、悩みどころで、おそらくはね、料金体系変わっていくと思いますよ、来年。もうドライバーがだっていないんですもん。そんな往復40キロにね、800いくらで、たまったもんじゃないですよね。ガソリン代もかかるし。だからそういうのをどうするかっていうのを、まあ、どうするんでしょうね。配達しないっていうわけにもいかないでしょうしね。 高くするって言ったって料金設定が難しいですよね。どうするかっていうことですよ。営業所からの距離で運賃変えるっていうことになるのかもしれないしね。これはね、わからないですね、まあ。とにかく、あの、変わっていくということですよ。料金の,あの体系がね。あとは、まあ、あの、外食産業ですけれども、まあ、サイゼリヤとかですね、吉野家とか、 まあ、お寿司の回転寿司ですね。はま寿司とか。軒並みアップですね。もう、あの、回転寿司は100円皿はどんどん少なくなっていって、まあ、今年いっぱいじゃないですかね。来年はもう100円皿っていうのはなくなると思いますよ。これ、あの、100均でも同じことが起きてます。100円均一。これ、あの、100円の商品がどんどん消えていって、今200円、300円、400、500円とかね、1000円とか、 もうね、200円300円が主流になりつつありますで。100円の商品がもし万が一残っていても、なんだかわかんないけど、量がめちゃめちゃ少なくなってます。テープの巻きが半分とかね、3分の2とか。つまり、まあ、150円になっているのと同じですよ、最低がね。そうしないともやっていけないので、商品をどんどん取り替えてますね。んで、あのー、値札も取り替えていってる。これ10月にかなり大幅取り替え。 が行われるんですね。まあ、なかなかね、大変なことですよね。あと、NTT ドコモが D 払い。新規申し込みを停止ですね。今まで申し込んでやって使ってる人は使えるんですけれども、新規申し込みはもう停止されます。これはやっぱりなんかメリット全くないっていうことでしょうね。メリットないのにトラブルが結構あるわけですよ。うん、だからもうメリットないんだったらだんだん縮小。 そして、まあ、やめる方向でということですね。だから、いろいろなね、メリットがない、その、単体の会社でも、NTT ドコモでもね、いやー、利払いはメリットないしね、やめた方がいいよって言って、まあ、お金、その部分を見ると、経費がかかりすぎてしまって、メリットがない。じゃあ、これやめよう。ということなんですね。これはね、他の業種にも言えることで、例えばのコンビニとかスーパーですよね。 そういうチェーン店的なものってあるじゃないですか。そういうところもいや、ここは赤字だからなって言って、今までは、まあ田舎の方で、うちがそこのコンビニ閉じちゃうと、もうコンビニが一軒もなくなってしまうと。不便だろうから、ちょっと儲かってないけれども、まあそこに、うん、まあ出店しとくかっていうふうに、バランスをとってたんですよ。ところがもうね、いや、もうそこの赤字の部分は、 もう全体的に落ちてきてるんでね。もう閉店しよう。ということで、閉店方向で進んでいきます。これから。どのコンビニも。スーパーもそう。だから今、鳥取県のスーパーって JA 系のスーパー、軒並み全店閉鎖ですよ。そう赤字なんですよねで。全然儲からない。いや、もう閉鎖しようということで、今までは買い物にね、来ていただけるお客さんのために、 いやあ、もうここなくなったら周りスーパーね、5キロぐらい先しかないから、大変だから、まあ、維持していこうかっていうふうにね、ちょっと頑張ってたんだけど、もうね、そんなこと言ってらんなくなっちゃったんですよ。いろんなもの値上がりして、もう赤字が膨らんでしまってね、もう全然閉鎖ですよ。それを考えると、もうどこのスーパーも JK だけじゃないですよ。あのやっぱり不審なスーパーありますから、 これはね、あの、どんどん閉鎖していきます。店舗がなくなっていくんですね。だイオンモールとか、イオンのショッピングセンター、やっぱりあの、赤字のショッピングセンターは、どんどん閉鎖してます。これは不便ですよ。だって、土日、休みの日にね、家族でそこに行けばご飯も食べられて、ね、洋服も買えて、靴も買えて、とても便利で、雨が降ってもそこ広いからね、その中でお買い物ゆっくりしたら楽しいねっていうね、 まあ、あの、ファミリー、家族の憩いの場だったりしたんですよ。それがね、丸ごとなくなっちゃうんですよね。もうすでにあっちこっちなくなっています。これからもっと加速します。いやー、大変なことですよね。うん、ねだから、あの、ポイントカードがなくなるどころじゃないですよね。ショッピングセンター丸ごとなくなっちゃうんですから、これはそこを頼りに生活をしていた人、そのショッピングセンターがあるからとかね、 いや、そのコンビニが家の近くにあるからそこに決めたんだと。で、賃貸でマンションとかに入ってる人ね、アパートを借りてる人とか、団地に住んでる人とかね。まあ、一軒家もそこ借りたり買ったり。そうしたらコンビニもなくなる。ショッピングセンターも消えちゃう。これ驚きますよね。<laughs> スーパーも撤退してなくなる。え、ちょっと待って待って、どこに買い物行けばいいのと。車で20分も行かないとお店がもうないっていうね。 そういう状況がこれから続々といろんな地域で出てくるんですよ。これはね、厳しいですよね。あと、東海道新幹線で飲み物などを、サンドイッチとかあのコーヒーとかね、軽い軽食とかを提供する車内ワゴン販売終了です。あれ結構楽しいんですよね。私も新幹線ね、あの、たまに乗りますけれども、 いや、あれ、なんかサンドイッチだとか、なんかコーヒーくださいとか言って、いいんですよ、結構ね。あの、好きなんですけど、あれがね、なくなるんですよ。JR 東海はのぞみ号、光号で、なくなってしまうんですよ。10月のね、31日から、終わりになるんです。ただし、何もなくなってしまうと、お客様が困ってしまうかもしれないということで、 ワゴン販売は終了するけれども、11月1日から新しいサービスを導入というふうに予定されてます。なんだろう。ワゴンで来ないんだからなんだろう。<laughs> なんだろう。ちょっと手持ちでなんか持ってくるっていう感じなんでしょうね。きっとね。なんか前にちょっと抱えてくるみたいのね。なんかカゴに乗せてね。ちょっとしたもの、飲み物だけかもしれないね。パックに入った紙パックの。 ジュースいかがですかとかね。コーヒーとかはもう出せないでしょきっとワゴンじゃなかったら危ないしね。安定しないからね。まあ、楽しみが一つ減ったということになりますよね。うん、あれね、結構あの楽しみにしてワゴンが来たらコーヒー飲もうかななんて思っている人多いと思うんですよね。まあ、だけどまあ、しょうがないですね。これもあんまりあのー、なんか人権費とか色々考えると割り直わないんでしょうね。やっぱりね。 うん、まあ終了するということなんですよ。まあ大変なことですね、本当にね。うん。あとはですね、えー、ニコニコ市場というのがね、11月30日をもって終了ということになりますね。まあ、だんだんあの人気がなくなってきたということで、システム自体がちょっと古いんだというふうにね、ニコニコの会社ではあの言ってるんですよ。だからもう提供をもうやめた方がいいんじゃないかと。 おそらくはね、あまり利益上がってないんでしょう。だから閉じちゃった方がむしろもういいんだということなんでしょうね、きっとね。うん。あと、Google アカウント。2年以上ログインしない放置された Google アカウントをすべて削除。これ厳しいですよ、皆さん。Google アカウントいっぱい持ってる人いるじゃないですか。で、いっぱい持ってんだぜ、俺とか言って威張ってる人いるんですよ。俺100取ったんだよ、とかね。 その人、今、あの、どんどん、あの、ログインしないと、全部なくなっちゃうらしいですよ。す <laughs> べ<全>て <laughs>。気がついたらね。これ知らないと怖いな、ね。だって、このニュースを知らなければ、ね、あの、放置しちゃうじゃないですか。これ12月以降、あの、どんどん削除らしいですよ。だから12月までに、ログイン、10月1回でもいいからね、ログイン。11月1回でもいいからログインしないと、 <laughs> 2年間、ログインしてないと、もうそのまんま12月から全削除。全部なくなってんの。だから100とか持って祝ってた人、2年間ぐらい放置してるでしょ。だって100なんか使わないもんね。で、久しぶりに、あ、そうだ、あの Google アカウントどうしたかなと思ってやったら、ね、あなたの Google アカウントは削除されましたって。<laughs> いや、びっくりするよね。<laughs> ええってなるよね。<laughs> もういくつも削除になっちゃうよね。 ま、これもだから知らないとね、やっぱりこれはあの、サービスを、そのままアカウントをね、あのー、ばしにしてると、まあ、それを管理しなきゃいけないしね、サービスに問題が出てくるんでしょう。なるべく、あの、管理しやすい方向でということなんですね。なかなかね。あとは、えー、10月の31日をもって、アマゾンドライブを、をえー、 が、アプリストアですね。のアプリ。Android アプリとかね。iOS のアプリ。が削除。もう申し込みできないと。さらにサービス自体も12月31日で終了してしまうということですね。ファイルはもうアップロードできませんということですから。そこにあのファイルがある人大変ですよ。そこにファイルがある人は、アクセスできなくなるんですよ。12月31日で。怖くないですか すごいこと起こりますよね。アクセスすらできないの。そこにあの写真とかいっぱいアップロードしてる人、困るね。いやね大変なことじゃないですか。で、あとは、あの、私も入っているネットフリックス。これが12月31日で、いや、終了するわけじゃないですよ。ネットフリックスはやってるんですけど、あの、DVD レンタル事業を終了ということですね。もう DVD は、 レンタルしないと。もう、やめるんだっていうことですね。ああまあ、もう今ら DVD あんまり借りてる人もいないんでしょうね、これはね。うん、だんだん変わってきますよね。なかなかね、あと AU の、あのー、スマホが、スターリンク衛星と直接接続サービスを開始するってことですね。2024年に入ってからということですけど、私もね、スターリンク契約しました。 で、ちょうどいい時契約して、3万六千円ぐらいで、スターリンクのフルセットをもう送ってきた、アメリカから送ってきてもらって、受け取りました。今、家にあります。で、あとは、あのー、権利ですね。スターリンクを無限に使える権利を月6600円ということで、まあ、契約しました。で、まだあのー、箱を開けて見てないんですよ。ちょっと忙しくて <laughs>、あの、間もなく箱を開けてみようと思ってるんですけども、まだ見てないんですよ。 で、あのー、そのスターリンクを au で提携したんですよね。で、au で申し込みにできるんですけど、私は6600円なんですけど、で、本体の機材一式が36000円だったんですよ。送料込みでアメリカからね。めっちゃ安かったですね。もうそれは終わってしまって、で、au の提携で申し込みになるんですけれども、あのー、au の提携高くて、 月3万いくらなんですよね。いや、びっくりしちゃって、この間見て。え、高いじゃんと思って。で、機材がね、もう10万超えかなんかだったんですよ。一式。同じものですよ、全く、えー。え直接買ったら3万いくらで、au とすと10万以上になっちゃうのかと思って。で、月に3万いくらですよ。直接、最初、スターリンクとね、あの、X の会社と契約すると6600円だったんですよ。 うん、どうなってるのっていうことですね。いやー、恐ろしい話でございますね。まあ今も、あの、おそらく機材がもうちょっと高くなってる倍ぐらいになってるかもしれないけど、スターリンク直接契約まだできるのかもしれないですから、まあ、スターリンクに興味がある人はね。私、あの、あっちこっち行くんで、あの、Wi-Fi が入んないところとか、もう携帯の電波が入んないところとか結構行くんですよ。だから、もう本当にね、スターリンクでまだ試してないんですけど、 電波が入ったら、いやー嬉しいですね。だってポータブル電源持って歩いてればいいんですもんね。もうそんな便利なもんないですよね。だから車に積んであっちこっち行っても、まあもうこれで山の奥とか行っても大丈夫だなと思って。いや、なんかあの、どれぐらいのね、あのー、まあ受信感度なのかまだわかんないんですけども、まあ近々海の方に行ってね、開けて。 あの、試してみようと思っています。まあ、それも、ちょっとね、動画で撮れるのか、あのー、わかんないですけど、あの、一人なんでね、あの、画像になってしまうかもしれないですけども、まあ、その説明をね、細かく、また、あの、アップしてお知らせしたいと思いますので、まあ、便利ですよ。すごいね。うん。で、申し込みがね、多分スターリンクのね、直接のね、申し込みが、なんかわかんない。もうやりにくいの、すごいやりにくかったですよ。 全然なんか意味がわかんなくて。いや、英語はわかるんですけど、そうじゃなくて、なんか申し込み自体がなんか変なんですよ。おかしいんですよ。窓口が。何書いてあるかよくわかんない。意味がわかんない <laughs>。やっぱりなんかあの、ですかあの、マスクさんでしたっけイーロン・マスクさんなんか、なんか,なんかね、ちょっと飛んでますよね。人間離れした。だからあの人の会社だから余計そうなのかな。 今まで見たことがないぐらい申し込みの窓口がぶっ飛んでるんですよ。大丈夫これっていう感じも。<laughs> まあもう何回かやったらやっと申し込めたんですけど。いや、皆さんも挑戦してみていただけるといいのかもしれないですね。あの、興味のある方はね。えー、あとはですね、まあ、ヤマト運輸が、まあ、大幅値上げということで、これはね、あの、距離があればあるほど、あと、海を隔てて沖縄とか北海道、または沖縄近辺の離島ですよね。 まあ、離島であればあるほど値段がぐんぐん上がっていくという設計に、設定になったんですよ。もう、あの、え、ま、マジでっていう値段ですよ。送料が。あの、小さいものはね、ちょっとお値上げなんだけど、物が大きくなっていくとね、え、ちょっと待ってよっていう値上げになってます。ちょっと恐ろしいですよ。だから大物はね、びっくりしますよ。とにかくね。 これはね、どうなるんでしょう。あと2024年4月1日からトラックドライバーの年間時間外労働の上限が960時間に制限されますで。これ1時間でも超えてはいけない。違反になります。でこれがあるので、ドライバー問題が出てきちゃうんですよね。あのどうしてもあの遠距離で遠くに行って帰ってくるドライバーって軽く超えちゃうんですよ。だから、もうやってらんないよって、その分、 お金が出なくなるのえじゃあもう無理だよっていう人たちがドライバーの中で出てしまうので、おそらくドライバーっていう職業から離脱する人、辞めてしまう人が凄まじく出るんじゃないかと言われています。これはね、まあ当然そうですよね。だって働いてもお金もらえない時間が出てきちゃうってことですから、だって遠くに長距離で行ったら、 寝ないといけないじゃないですか。だからよくトラックの、あのー、座席の後ろが、ちょっと部屋みたいになっていて、眠ってる方いるじゃないですか、パーキングとかで。か仮眠取ってるんですよね。だからあの仮眠が、もう、あの、お金にならないんですよ。全然。だから、え、ちょっと待ってよ、今までお金になったのがならないっていうのは、きついですね。それはね。うん、だから、込み込みでね、何万円っていう、一回行って帰ってきて何万円っていう契約してる人は、まあ、 同じだからね。まあいいんでしょうけれども、それにしてもいろんな支障が出てくるんじゃないかと言われていますね。まあなかなか大変ですよね。あと2024年12月8日8ですね。までに健康保険証が廃止になります。で、これはどういうふうになるか、あの、厚生労働省の方で発表が一切ないです。廃止すると言っているだけで、 こうなりますよっていうのがない,い、じゃないんですよ、本当に。見事ですよね。めちゃくちゃじゃないですか。廃止するよって言っておいて、え、じゃどういうふうになるんですかって言ったら分からないって言うんですよ。いやいや、分からないのに廃止しないでくださいよって話ですけど、廃止は決まってるんですよ。でもどうするかを決めてないんですよ。すごいな、日本って。<laughs> ねどういうことなんだろう。あとは、 あのー、ずっと前に、もうこれ半年とか10ヶ月くらい前に、あのー、電話がね、いろんな電話、まあ、アップルもそうですけど、あのー、端子が違うじゃないですか、充電端子とか。ねあの端子が、まあ、全部 C になりますよ、C タイプに。って言ったら、めっちゃめっちゃ怒られたんですよ、私。なるわけないじゃんって。そんなバカなことになるわけないじゃん。 ありえないよって。そんなことになったら世界中おかしくなっちゃうじゃないって。で、いや、アップルもなるんですよねって。私は10ヶ月前かな、あのー、情報が入ってきて、アップルの上の幹部がそう言ってるっていうのを、知り合いからちゃんと話を聞いて、あの、方向は間違いなくその方向だっていうふうに聞いたので、まあ、それを YouTube だったから話したら、いや、アップルは C タイプなら絶対しないよって。 もうあっちこっちからすさまじい数来て <laughs>、え、いや、だけど、感度の人が上、すごいトップなんですよ。トップの上から2番目ぐらいの人が言ってたんで、いや、間違いないんじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱり案の定ね、あの全部 C タイプ。何もかも C タイプ。全て C タイプ。まあ、もう世の中 C タイプだけになる勢いですよ。本当に。まあいいんだか悪いんだかね、ちょっとわかんないですよ、私にはね。まあとにかく C タイプになるということですね。 なぜ C タイプになるかっていうとね、あの結局はあの端子がこっち向きあっち向きっていうのが外国の人はあの頭に来ちゃうんですよ。入んないと。C タイプってどっち向きでもありじゃないですか <laughs>。で、ちょっとあのなんか金属が頑丈そうじゃないですか。だからね、あの壊れにくいということでもうこれしかないなっていうふうになっていったらしいですね。うん、結構乱暴なんでね、外国の方ね。すぐ壊しちゃうの。 だから、アップルのとか、なんか弱いじゃないですか。くねくねしたらすぐ金属の部分が取れちゃったりするね。そういう端子じゃないですか。それだとね、なんかトラブル続出みたいで壊れちゃうんですよ。うん、だからね、力結構あるんでしょうね。外国の方ね。だから全部 C タイプに変更ということになります。ね。まあ、それは壊れにくいっていう点ではいいのかもしれないですね。うん、まあ、以上はね、まあ、主な 変更点なんですけれども、なかなかね、あのー、驚くべき、あのー、変更が続々となされます。で、皆さんが、そんなことないだろうっていう変更が、あの、これ予定なんでね、あのー、ここまで今言ったのは間違いなく全部確率なんですよ。で、これ、今、こっから言うことは、予定で100%そうなるかどうかわからないけれども、まあ、ほぼそうなる案が上がっているというのがあるんですよ。 あの、ヤフーの検索があるじゃないですか。グーグルとか検索ありますよね。で、これがね、統一されて一本化するんじゃないかって、いや、本当に <laughs>、そんなことあるかっていう意見あるんですけど、いや、本当に、あの、ヤフーが、まあ、一応 LINE と、まあ、LINE を吸収合併っていうのかなまあ、吸収したいじゃないですか。 だから、あのどんどんね、なんかね、あの合併していく方向で、ヤフーが動いているらしいんですよ。で、ヤフーが、まあ、あの検索をして、独自でね、検索エンジン持ってるじゃないですか。で、グーグルも検索エンジン持ってますよね。で、それの、まあ、技術提携とか協力とかを活発にやっていこうというあのことで、今、話し合いしてるんですよ。 いや、もしかしたらですよ。いや、これ決定じゃないですよ。もしかしたら、だから、ヤフーとグーグルの検索は <laughs>、一本化される可能性っていうのがあるんですよ。これ本当に。まだですよ。これは、ね、一本化されても、2025年ぐらいからっていう話なんですよね。だけど、そういう方向で話し合いしてるんですよ、本当に。だから、ヤフーとグーグルは、一つになっちゃうかもしれないヤフーグーグルみたい。いや、本当の話なんですよ。 まこれはびっくりじゃないですか。大ニュースなんですけど、あの100、100%そうなるとは限らないんです、これは。もしかしたら、いや、やっぱりちょっと無理だな、オタクと一緒ってなって、ね、やっぱ仲違いして、やっぱ別々にやっていこうっていうふうになるかもしれないですね。とりあえず今は、一本化方向ではどうなのかなっていう話をしてるんですよ。今まだね、五分五分です50。50%、50%でしょ、その話は。あの、浮上したばっかりなので、 でも話し合いをしてるのは100%間違いないんですよ。その話をしてるんですね。どうだろうヤフーとグーグル検索1個になっちゃうびっくりしないですかだってずっと別々にね、使ってたのにヤフー検索、でもグーグルの検索がいいかなとかね、やってたのが1つになっちゃうこれって大ニュースじゃないですか。 ねえ、まあ、これから起こる一番の大きい出来事かもしれないですね。いやー、なかなかね、もうびっくりしますよ。だけどね、まあ、いろんなことが起きてくるわけですよ。あのー、もうね、何が起きてもびっくりしない方がいいですよ。この間、の、メキシコでね、宇宙人が出て,て、いや、ほん ほんとやめていただきたいですよあいのね。もう、だってあれって別にイギリス政府が認めたわけじゃないんですよ。あの、変なジャーナリストが、これは宇宙人だって言って公開しただけなので、あれをまともにニュースにしてこう流すってやめていただきたいんですけども、いやー、あれを信じちゃってる人もいるだろうね。だけどね、あれが本物の宇宙人なんだとか言ってね。うーん、あの、あのタイプの宇宙人ってグレーとかいうふうに言われてるじゃないですか。 で必ず裸じゃないですか。で宇宙人って、なんでかわかんないけど、みんな、あのー、これが本物だよっていう宇宙人ってみんな裸なんですよね。で、ありえないんですよ。あ、もう裸のわけないんですよね。だって人間が例えば、他の宇宙に行って、宇宙人のとこに行ったら、裸でいるわけないですよ。<laughs> そんなわけないじゃないですか。<laughs> 宇宙人は裸のわけないんですよ。何かしら。 ま、洋服って人間の考えてる洋服じゃないけれども、何かまとってるに決まってるんですよ。そんな当たり前じゃないですか。真っ裸でね、歩いてる宇宙人とか、そんな宇宙人いるわけないでしょ。ねなんで宇宙人だけいつも真っ裸なのかね。あれ全部違いますよだから、真っ裸の宇宙人は。よく考えたってわかるじゃないですか。なんで文明がすごい進んでる人たちが、 真っ裸なんですか <laughs> ありえないですよね <laughs>。文明が続くと裸になっちゃうってこと <laughs> いや、そんなことないと思うんですよ。だから、やっぱりね、あのー、違うと思います。あの、ちゃんとい、まあ、いるんですよ。いるんです。いるんだけど、まだ出てこないでしょう。まだね、ちょっとね、今出てきちゃうと騒ぎになっちゃうんで <laughs>、あのー、徐々にでしょ徐々に。徐々に出てくると思いますよ。ね。まあ、その時を楽しみにね。そんな、10年も20年も先じゃないんじゃないですかね。 あの、何年か後には少しずつ出てくるんじゃないですか。ね。あの、例えば、ちょっと壁から顔半分出すぐらいの感じで。<laughs> いや、本当に。<laughs> そんな感じで少しずつ出てくると思いますよ。まあ、楽しみにね、してるといいかもしれません。まあ、ということで、まあ、10月からね、大きくいろいろ変わっていきますが、まあ、一番の変化は、凄まじい値上げです。全商品。食料品、日用品、雑貨品。 すべてが爆発的な勢いで値上がりしていきます。これは大変、本当に。前から前から前から何回もお話ししてるように、生活が飛んじゃうかもしれない。飛びます、飛びます、坂上二郎。ここで来ましたよ、最後の最後にね。いや、本当に。<laughs> まあ、そんな来ましたとか言ってればじゃないですけども。いやー、大変ですよ。本当に飛んじゃうかもしれない。助けて二郎さん天国の二郎さん助けてくださいよ、二郎さん、本当にね。 いやあ、頑張りましょうだけど、ね、気持ちを込めて頑張っていきましょう。心は常に柔らかく強く保って進んでいきましょう。前に前にね、頑張って一歩でもいいから一日一歩でもいいから前進していきましょうね。応援してます。頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。